僕が作ってるのはいわゆる木工芸と言われるものですね。箱を作ったりお盆を作ったり、あと、まあ、これは自分の続けてる趣味なんですけど、その将棋の駒作りっていうのもやってますね。機械で切ったりするので、どうしても直線的になったりするんですけれど、まあ、例えば将棋の駒だったりすると、その人の手が必ず触れて、でその将棋をするときに心地よく使えないといけないものなので、その使うことを意識して文字の位置だったりとかも気をつけますし、面取りといって、あの指で触ったときに角が当たらないように、とにかく手で触って気持ちいいように作るというのは意識してますね。駒にはこういろんな書体とかいろんなその木の模様があるんですけれど、例えば何か一つでもいいので、この雰囲気の駒やったら住谷に頼めみたいな、そういうこう自分のまあ代名詞になるようなものが一つでもできればいいなというふうに思いますね。